春に岡山で食べたナッパさんが阪神百貨店に来てるというので、もう売り切れたんですか？あの、一応最後尾がですね、こちらエスカレーターの横側で、向こうにあるの？はい、あれ。いつも、まあ、この間春に行かせてもらいました。春に行かせてもらった。好きで、はい、アリーワンです。 ID で、はい、1400円、 S ポイントカード持ちないでしょうか？ん、 S のマークのポイントカード持ちないです。失礼しました、はい、ありがとうございます。お待たせです。ありがとうございます、はい、お待たせしました。ありがとうございます。この間のまぶしめちゃめちゃ美味しかったです。あ、美味しい、うん、まあ、ナッパさんのクオリティはまあ落ちることなく、まあ、当然お店で食べた方がゆっくりと味わえますけどね。どうもエビフライハンバーグ定食。エビフライハンバーグが終わってしまった。終わった。じゃあどうしようか。え、他は全部他は、あ、了解。じゃあ牛塩タン。牛塩タン、はい、何や、わからんかった。えこんなん、今こんなんやで聞いた。僕バイクでこけたら笑えるんだけどさ、ちょっとそれ仕事目にかわいそう。粉砕骨折聞いてる。うん、乗れないね。まあまあ冬まで乗られへんかな。まあでも今ディーラーに預かってもらってるから。まだ良かったね。うん、でもあんまり何ヶ月も無理でしょ。何ヶ月も無理やから。よかった、運んであげようか。ねえ、いや、多分ね、軽トラのオートマやったら乗れるから。それで下ろすんだよね。下ろすのはまた地元の友達に出るから大丈夫。うん、まあ、1ヶ月やそこらは大丈夫って言ったから、まあ、あと2週間ぐらいしたら取りに行こうかなと思って。
で、みんなと一人で、うん、1250回だったんですよ、うん、中型から80人、はいはい、やめた方がいいらしいですよ。助けたかったって、もうなるみたいな。あんな早朝行きましょう。あの黄色いのが駅ですよ。ああ。会話が出なくて。第1と第2のランチを終えまして、本町のねカフェタレスさん、コロンビア専門のお店らしいんですけど、ちょっと行ってみます。